I got $50 today. いや、めっちゃ英語の広告出たな。あ、これ今録画してるからいけるな。あの、ちょっと前にね、こういうなんかお金もらえるゲーム、もう撲滅されたかと思ってたお金もらえるゲームの広告見つけて、これダウンロードしてたんですよ。あー、やっと尻尾を捉えました。録画してる時にやっと現れてくれましたわ。はいはい、300ドルゲットね。えいへいへいへい、本当なのかなっていうね。ちょっと待って、300ドルの量じゃねえんだよ、この札束の数がよ。まあまあまあ、よし、これちょっと、なんか星も 4.7 でマジっぽいんで、ちょっとダウンロードして本当にもらえるのか、検証してみようと思います。どうも、おはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたクラップマスターというゲームをやっていこうと思います。あー、なるほど。あ、ラインポップ的な感じですね。はい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 。一個こうずらして、何個だ？3個でいきますね。3個同じ数字が繋がったのにめちゃくちゃ連鎖いくやん。で、スロットはスーパーコンボ。あーい、593円。あ、ちょっと待って。小数点が多いね。もうすでに小数点が出てる時点で嫌な予感はしますけれども。なるほど。これ進めてったら、あーい、や、もうガンガン入るやん。はい、もう1000円超えました。ありがたいですね。なるほど。まあ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 、こんな感じで進めて、まあ合併、まあ、だある意味、野菜合併する爆発ですね、これね。まあそんな感じです。この BGM がね、あの、フルーツ合併する爆発と一緒なのよ。めちゃくちゃもらえるやん。2200円もらえましたね。ただなんだろうか、あの、不気味なのが、一切広告がまだ出てないっていうね。おー、ほら、これも普通なんかね、広告見ないともらえないみたいなパターンが多い中、あー !31,500円か。はいはい。その時点で録音なし。もうちょっとよくわからんけど、翻訳はぐちゃぐちゃですけど、あー、なるほど。まあ、いろんなもので変えられますよと。とりあえず、まあ、ペイパルですね。ペイパルの31,500円。ここを目標にちょっとやっていこうかなと思います。報酬は3から15営業日以内に送られますと。週末は含まれてないってことなんで、まあ3週間ぐらいかな。うん、 OKOK、 よし、ちょっとまあ、がっつりやっていこうと思います。なんか快適にコンボが起きるんですよね。ああ、でスーパーコンボ、いや、すげえな。なんかさ、で広告も見なくていいんだよな。不気味なぐらいなんか簡単に溜まっていきますね。なんかね、まあこういうお金もらえる系統のゲームも、まあいろいろバリエーションがあって、なんかサクッと溜まってなんか個人情報を抜こうとするだけのパターンと、まあゴールに近くなったらね、急にお金が減って、まあ永久に、永久にっつうかね、まあまああの、最低換金額まで貯まりませんよというパターンと、まあいろいろあるんでね。まあこれがどんな種類なのか。で、まああの、ワンチャン本当にもらえる可能性すらあるからね。さあ、これがゲージ貯まると、ああ初めて広告で2倍になりますよと。まあこんなもんは余裕で見ていきますけれども、なるほど。やっと出てきたね。さあ、ここから10倍速でお届けしております。まああの、この感じで見ていただくとわかると思うんですけど、本当にね、あの、広告も少なくて、お金もサクサク溜まっていくので、まああの、上のね、プレゼントが溜まったら2倍にする広告ぐらいは見るんですけど、なんかね、サクサク、お金が溜まっていって、普通に楽しかったですね。そういうことですね。もう、溜まりました。ゲージの、あ、この額がやっぱでかいですね。プレゼントかなり大事ですね。ゲームを1時間プレイすると3000円がもらえます。いや、5000円って書いてある。6000円じゃない。いや、もう数字おかしいやろ、お前。そこぐらい合わせろ。いや、ま、なんだ、お金もらえるゲームやってると、お金もらえるゲームの広告ばっかりなのよ。はい。キュウリ、いや、間違いますから、間違いますってなんだよ。ツッコミどころが多いのよ。うん、いやー、まあ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 、ポップスターレジェンドな、まあちょ、いいよ、もう、なんか、こんだけ面白い広告見せられたら、それはもうやるよ。124位。結構上位だな、おい。これで広告見たんで、1万円、おーっと、ちょっと待って。現金を獲得できました。なにこれ、1万500円で、なに換金できんのか、俺。どういうこと？どういうこと？
クーポンが足りないじゃねえよ、コインが足りないじゃねえ、うるせえよ。ちょ待って、なんなの現金獲得できましたって、あの文言さえなければ普通にまだやってたけど、なんか一瞬クリアした感出すなよ。もうとりあえず何もないよな。日本語ね、日本語をひらがなで書くっていうね。まあまあまあいいや、とりあえずまあ3万円必要なのはもう分かったんで、とりあえずちょっともう頑張って進めていきます。これ多分ゲームとしてはなんか勝手にコンボが起きるようなシステムになっているはずですね、これね。もう明らかにおか、おや170円。ちょっと待って、獲得できる額が大幅にダウンしたんですけど、早くない？ああま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 あ290円、でもまあ減ってはきたけど、まあまだいけるな、まだいける。ほんでこのやらせコンボがいくことによって、これでまたお金がもらえるんで、こっちはルーレットはねまあまあでかいんですよね。だからなんか総コンボボーナス、まずこれですね、普通にこう合併した時にたまに出るお金が一番少なくて、で総コンボでこれがねコインかお金かがもらえますよと。でそれのお金の時が割と少なめで、ルーレットコインがもうちょいもらえて、上のプレゼントがたまったら結構もらえるみたいな、まあ、そんな感じですね。とりあえずまだそんなに苦でもなんでもないし、唯一の救いはやっぱこういう時にしか広告見なくていいっていうのがやっぱありがたいですね。あれ何にも落ちてこへん。ちょっと待って、何急に難易度上がるの？ゲームの難易度上がるの？ちょっと待って、空白何これ。ちょっと待って、これマジちょっと厄介ですね。なんかおー、もうなんだろう、最初の頃は受け取るで一発でもらえてたんですけど、確定で広告見ないといけなくなってきましたね。いやー、ちょっとずつ、まあでも折り返し今、いやちょっと待って、また空白増えてますやん。ちょっと待って、なんなんこの空白、ちょっとずつ難易度上がるゲームなんかな。ちょっと待って、あーいや消えるのよ、いる判定なんかな。いやーちょっと空白しんどいぞ。いよいよもうなんか実力関係ねえ感じの、このやらせコンボでしかお金が入らないみたいな、そんな感じになってきましたね。さあここから15倍速でお届けしております。この辺りからですね、やっとこのゲームは牙を剥いてきたと言いますか、30秒広告をやたら、見せられるような仕様になってきました。まあそれでもですね、1回広告見れば、まあ200円が400円になりぐらいの、倍率でもらえるので、まあひたすらね、広告見ながらやっていきました。これで、はいはいはい、コンボタイムですね。これで、ね、ちょっとね、獲得金額が2万円を超えたあたりから、ちょっとやばくなってきておりまして、これで、ね、多分、コンボルーレットが、はいはい、コンボルーレットで、お金がね、なかなか止まらなくなってきて、新たにこのピースみたいなのが、ね、あるんですけど、これ、受け取るしかないんですよ。拒否できないんですよ。で、受け取るとね、5秒広告が流れるっていうね、なかなかのクソ仕様ですね、これね。今まではね、お金もらうための30秒広告だけでよかったんですけど、なんか、無理やりピース当てさせられて、それ受け取ると5秒広告流れるよっていうね、なかなかちょっと、鬼仕様にちょっと変わってきましたね。快適にパズルゲームやれてたはずなのに、ほら、これ、勝手にコンボが起きて、これね、まあまあ、これはいい広告です。これはね。2万9000円まであとちょっとなのに、お金がもらえることがマジで少なくなって、わー、来た！イエーし、これで2万9000円突破ですね。もうさ、30秒広告で45秒待たすのやめてほしいんですけどね。よし、2万9000円突破しました。ちょっとですね、2万5000円超えたあたりから、お金がもらえることが少なくて、このコインばっかりなんか当たってきよるんですよね。で、もうです。これ結構です。押しても5秒広告が頻繁に出るようになってきました。序盤の快適さマジどこ行ったんだっていうね。さあ、さらに15倍速でお届けしております。ここからがマジで長かったですね。2万9000円獲得したところからですね、ほとんど本当に現金の方のものが当たらずに、パズルのピースとコインばっかり当たりよるんですよ。で、シャ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 ってね、この、合併させたタイミングでこう札束が出たりするんですけど、あれ1円
1円ちょいしか増えないんですよ。なのでもうどちらかというとね、上のプレゼントは確定でお金もらえるんで、そのプレゼントの、たまり待ちになるんですけども、そのプレゼントのゲージもねマジで伸びなくなってきてるんですよ。本当にここからは本気との勝負でしたね。はい、これで多分3万円達成。さあ、あと1500円です。あと1500円まで来ました。現金の方があと1500円、コインはもう全くですね、めちゃくちゃな数必要なんで、とりあえず今のところはですね、この札束みたいなこう合併させた時にもらえるやつが1円前後で、それ以外のルーレットで現金が出ることはほとんどなくなり、コンボボーナスで現金もらえることももうなくなりました。なので上のゲージを貯めないといけないんですけど、上のゲージがねマジでこれ溜まってますっていうぐらい、こんだけコンボしてまだミリも見えないじゃないですか。マジでゲージたまらないんですよ。でもこれピースばっか当たる、もうピースがやたら増えてきとるけど、ピースもピースでなんかもう 0.1 刻みになってきたし、最初 1もらえるんですけども今 0.1 刻みなんで、で現金の方もね少数第3位まであるんですよ。これこっからマジで怖いっすね。もうここで現金が絶対当たらなくなってます。でもこれでもちょいちょい広告で2回に1回ぐらい広告流れる。よし、まあまあまあいい。あと1450円っていうところまで来て、この最後のプレゼントボックスがもうすぐ溜まりそうなんですけど、プレゼントボックス溜まっていくらもらえるかをちょっとそこまで見たいですね。だいたいねこの2万8000円ぐらいからこう1000円刻みでどんどん鬼畜な、あーもううるせえ。さあ、10倍速でお届けしておりますが、もうゲージマックスに見えるじゃないですか。そのマックスに見えるところからですらこんだけ時間がかかるんですよ。わかります？本当にもうあとちょっとに見えるじゃないですか。それでさ、結構消してますよ。結構消してまだたまらんのですよ。もうもらえねえ説すら出てきた。あー来た、おいくらよ。あーし、2桁になってきたか。とりあえずプレゼントボックスはまだ継続されてるので、今のところもらえるのはこの合併させた時にもらえる1円程度の札束、1円は増えてるね、本当にごく稀に30分に1回ぐらいのペースになってしまった上のプレゼントボックス、からしかお金がもらえない状態になっております。ということで一旦ここまでで1本とさせていただきまして、まあこういうことになるよっていう注意喚起動画ということでね、まずは見ていただければと思います。次回は意地でも、3万1500円貯めて、まあもしかしてたまらん可能性もあるけれども、とりあえず最後までとことんやり込んでね、結果報告の動画をまあちょっといつなるかわかんないですけどね、まあ1ヶ月以内には意地でも上げようと思っております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。